こんにちは、元気の間キッチンへようこそ。今日はちょっと変わった豚汁を作りたいと思います。とても手軽にできます。はい、はい、今日はですね、キャベツたっぷりの豚汁、具材はもうキャベツと豚バラしゃぶしゃぶ用のお肉だけです。キャベツは一年中出回ってますし、まあ、季節季節のキャベツで作れる豚汁です。春キャベツで作っても美味しいし、冬のキャベツでも美味しいですね。でまずキャベツなんですけども、なんと 400g たっぷり使います。もうキャベツはものすごいね、栄養価が高いの でこれをザクザクと、もう本当に大きめに大きめに切っていきます。火を通すとね、しっとしんなりするし、時間経つとね、柔らかくなって美味しいんですよね、キャベツって。もうザクザクとね、切っていきます。すごい量でも、もっと入れても大丈夫ですよ。はい、では大きめのお鍋を準備していただいて、ちょっと軽くね、お鍋は温めておきます。そしたらごま油大さじ1入れます。そして豚バラ、これはしゃぶしゃぶ用の豚バラのお肉です、まあ、できるだけ油が少ないものを選んだ方がいいかなと思います。でこれをお鍋に入れますね。そして炒めていきます。あ、そうだ、お塩を一つまみ、ちょっとね下味をつけます。そしてお肉が半分ほど火が通ってきたら、日本酒を大さじ2、1、2、もうちょっとかな、日本酒を入れます。そして混ぜます。日本酒のね、いい風味もつきますし、お肉の臭みも取れるし、またお鍋とかにね、これでお肉もくっつきにくくなります。そしてここでアルコールをしっかり飛ばします。で、大体お肉に、まあ大体2ですから、火が通りましたら、先ほどのキャベツ、これをもう、ドドドーっと入れます。そして、ちょっと量が多いんですけども、全体にね、油を回していきます。だからね、大きめのお鍋をね、ぜひご用意くださいね。まあ、もしここで、ね、もしキャベツが全部、キャベツが全部入りきれなかったら、後からまたね、キャベツを足してください。どんどんね、しなしなになって、かさが減っていきますんでね。こうして全体に油を回します。はい、そしたら、お水を、800cc ドーッと入れます。もう火はね、強火です。はい、そしてですね、昆布、私昆布がとても好きなんですよね。でよくだしとか取ると、なかなかその後だし取った昆布使えなかったり処分とかしちゃう方もいると思うんですけども、私は昆布はこうやって時間がある時にカットして、まあ、こういった、ね、容器に入れていつでも使いやすいようにしています。でそのカットした昆布をここでザーッと入れます。だいたい量としては、まあ、5cm×10cm 程度、まあ、もっと多くてもね全然大丈夫です。ここで昆布も一緒に煮ていきます。もし昆布がない方は昆布だし顆粒、まあ、こういった昆布だし顆粒を小さじ1か2ぐらい入れても美味しいですよ。でここで薄口醤油、これを薄口醤油を小さじ2入れます。まあ、薄口がない方は濃い口でも大丈夫です。なんか薄口のね、香りも私好きなんですよね。この豚汁には合います。はい、沸騰してきました。キャベツがね、硬い場合はお好み
の柔らかさになるまで煮てくださいね。シャキシャキのキャベツも美味しいです。ちょっと味見してみよう。もうこの段階で多分美味しいと思います。美味しい。皆さんも味見ちょこちょこしてみてください。今まだお味噌を入れる前なんですけど、すでに美味しいです。薄口醤油美味しいですよね。そしたらこれからお味噌を入れていきますが、一旦火を切りますね。ピッ。でお味噌を大さじ3入れます。どうしてもね、お味噌は煮立ってしまうとえぐみが出る場合が多いので、ここは火を止めてから入れるのがいいと思います。今日使っているのは熊本の麦味噌です。お好きなお味噌をね、使ってください。ピュピュピュッと、はい、そしたらまたね、火をつけます。もうほぼほぼ完成ですよ。これでもう一回火をつけて軽くね、沸騰してきたら完成。ちょうどこの煮えばなというか沸騰してきたぐらいで火を止めるとお味噌の香りも立ってね、とても美味しいです。はい、出来上がりです。キャベツたっぷり。もうこれ本当簡単なんですけども、我が家では一年中作って食べている豚汁です。もちろんね、根菜類がいっぱい入った豚汁も冬には作りますけども、これは本当に手軽なので、そしてキャベツからもね、スープの中にいっぱい栄養分が溶け出すので、ぜひねもりもりと食べてほしいレシピです。そしてお味噌によって味も変わってくるので、ちょっと味見をねしてくださいね。美味しい。はい、完成です。はい、では早速いただきたいと思います。いただきます。もう見えない、具沢山です。おつゆから。もうこれと私おにぎりでいいな。おいしい。これこれ、もう昆布も柔らかくなっています。豚汁というと冬のイメージがあるんですけど、結構冷房とかで体が冷えますよね。なのでこういったあったかい汁物も夏場にはね、ぜひ取っていきたいなと思います。これ途中から味変で生姜とかを加えても美味しいんです。で次の日に朝お餅を入れて柔らかく煮ると、朝ごはんにもね作った記憶があります。美味しいんですよ、お餅入れると。で私のレシピは結構ボリューミーというか、どっさりなレシピが多いんですが、もう、いっぱい作って次の日も食べる、もうこれが一番楽ちんだと思うので、この豚汁も翌日がまたね美味しいんですよ。ぜひたっぷり作ってお試しください。本日もご視聴ありがとうございました。もし作ってみようかなと思ってくださったら、グッドボタンよろしくお願いいたします。元気ママでした。昆布はこうやって8ミリぐらい、1センチかなくらいに細く切っていきます。さらにこれをコロコロとカットしていきます。時間があるときにやっています。あとはこういった密閉容器に入れて保存をしております。昆布が丸ごと食べれて健康にもいいと思います。